ストがフリートークを行い、私たち3人がそれをモニタリングして、はい、普段の配信では見られないトークテーマで等身大のライバーを覗き見るという人間観察バラエティとなっております。はい、早速ですが、はい、今週のゲストはかなえさん、城力一さん、そして三枝明奈さんの、うん、初めてのね男さんに、そうね、不思議な感じがする、この3人で話したらどうなるの、ね、気になる、想像できないよ ね。でも3人仲良しなんじゃない、これ あとは思う、そうなんだ、うん、つながりありそうだ。じゃあ私なんか男同士って結構なんかさ、初めましてでもさ、うん、結構喋れるじゃない。あ、確かに、関係なく、わかる、いい意味で遠慮しないというか、はいはいはい、って感じで、じゃあ早速 VTR 見ていきましょう、はい、どうぞ。始まりました。うわー、始めたね。いや、始まった、いいね、シックな感じで、はい、見てる麦ちゃん、え、あ、まずちょっと僕使われないやつ嘘、2人とはね、それぞれ結構、まあ、進行割と長いのかなと思うんだけど、そうだね、かなえさんとりきちゃんはどうなの。実はね、ちょいちょいある感じだよね、不定期にさ。不定期に会いますよね。そう、ずっと一緒にいることはあんまないけど。そうですね、僕、りきちゃんにお酒ついてもらったことある、え、何それ、どういう思い出なんかあったね。教えてもらった、それこそ、いつだ、あれもう結構前でしょ、1年前と2年前ぐらい、2年以上前だね。前ですよね、急にご飯行って、そうそうそう、お酒飲んでとかはありましたけど、収録してる時がちょうどかなえくんライブ直後で、そうですよ、で、アッキーナーもね、お疲れ様です、レポーターやってくれてて、昨日2人同時視聴したんですよね。そう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 、お疲れ様でした、ね、ありがとうございました、ありがとうございました。同時視聴してたんだ、この辺ソロライブ、いや本当にもう一生言ってるんですけど、うん、マジあっという間でした終わってみると、まだでも、まあ、終わったんだなって、もうなんか準備期間とかも含めて全部がもう半年ぐらい、ニーシフェスの準備らへんからソロライブ進み出して、ライブとかってそう準備期間長いけどさ、本番一瞬じゃん。企画会議めっちゃ多かったんで、その、うん、ライブの関係者の方とも、そんだけやったのが本当一瞬で終わるから、あ、終わったんだな、一瞬だったなと思う。まあそれを言ったらスコール終わってもう丸1年か。そうだね、レインドロップスもね、ライブがあってね、ライブの時だいたいあっという間感あるよね、確かにね。そうだね、なんかすげえ瀬取りでさ、もう、うん、大喧嘩に大喧嘩っていうかさどうするんだっていう取っ組み合いで各々のね、ね、レイドローはそのメンバー全員考えてこいみたいになってさ、瀬取りがで、みんなで1曲目はなんとなくこれじゃないですかねとか、こうすり合わせていく作業があったりしたけど。そうなんだ。そうだね、ただね、やっぱ全責任が自分にあるわけだから、うん、プレッシャーも半端ないだろうな、うん、えぐかった、えぐかった、あのアクシデントね。ああ、そうだね。そんな話もあります。そんな話もあります。レイドローはなんか僕結構収録で、あの、うん、スタジオ来てで帰る時に、うん、あ、レイドローまた集まってるな、めっちゃ多かったですけどね、その当時。一時期本当に週4以上ではあってたね。レコーディングとかも重なって、うん、あったマジで。レイドローまたやってるやんみたいな。レイドローさ、立ち回りとかもすごいじゃん、立ち位置とか見返したもん、踊りとかが、はいはいはい、ちゃんとしてるよ ね。そう、めっちゃ練習はしてるだろうなっていうのは、これどの辺だ、2000、うん、22年だから1年前だね、本当に1年前の12月と1月が、はいはい、レイドローの予定がもう週に 4、5 あって、うん、レイドロー色のスケジュールねいいな、でもっしりだこんなやってたんだと思ってびっくりしたんだよね、うん、部活だったよね、うん、でもいいなって思います。やっぱこうユニット、大人数ユニット僕やったことないんですよ、その、うん、確かにレイドロ何6人かとかなるともう、なんか青春みたいなこれあれですよ、よそから見たあれですよ、あ、そう、そんないいもんじゃなかった、青春なのかなみたいな、そんないいもんじゃなかったよ。僕がチラッと見たらもう収録終わるとかで、うん、みんな疲れてるなでもいいな、みんなで頑張ってるっていいなって思いながら一人帰ってましたね。なんか我々もう4年目5年目とかあれですけど、まあ、最近 その新しく入ってきた人とか見てて、うん、なんかそう、どう思います、なんか
自分たちの頃と比べてでもいいし。俺結構その新人の男の子たち、最近で言ったら結構ボルタの子たちと割と話すこと多いんだけど、はいはいはい、やっぱ何よりもね、すっごいみずみずしい。あマジで。なんか何をするにしてもいや本当楽しいっすね。なるほどね。何を楽しいとかわかんないんだけど、わかんない。その活動にせよコラボにせよ、フレッシュさがね。そうすごくなんか。全部をこう新鮮に取り組んでる感じがなんかこう羨ましいし、見習わなければいけないとこだなっていうすごく感じる。めっちゃわかる。どうしたらいいんですか我々、ここから何新鮮味をもう一回。むずいっすよ、ね、僕そもそも毎日配信がスタイルだから、うん、結構二人ともなんですか、そのだらっとするっていうよりはもうちゃんと面白い配信をしてる印象があるんで、その一枠の面白さがちゃんとある印象があるから、まあ俺とリキちゃんを並べるのはちょっとあれかもしれないけど、ただ確かにあのそうかもしれない。かなえさんは本当にこういつでも見れる安心感みたいな、確かに確かに、割とこう爆発力を大事にしてる感じはあるのかな俺とリキちゃんは。まあそうだね、カネ君マラソンだったらまあ我々なんだろう、そのレーシングカーみたいな感じで短距離ワーッと行ってでピットインの時間がやけに長かったりしてね、メンテナンスが遅いのよ。ちょっと充電時間かかってるわみたいな、今週はこれだけですで面白いことをね、その、まあ、週に 1,2 回決め打ってやるって言っても毎回面白いことできるわけでもないし、そうだよね、出たらこっちだからね。そうだからやっぱりこう数絞れば絞るほどその1個の配信にこう反省すべきところみたいな部分がめっちゃあったりするかも。ありますね、理想像みたいなのあるの、自分がなりたいとかではなくて、なんかこういうものがなんかこう自分の最終形態だみたいな、それこそ芸能人アキナボさんが真面目にそれでなりたいですみたいなそういうのよね。あーでもどうなんだろうな、俺という形をもう限界まで研いだらこうなる、研いだらここになるでしょう、うん、多分ね俺がねその好きとかリスペクトしてる人じゃないんだよな多分。もうお笑いで言えばやっぱサマーズがずっと好きとか、あとねハリウッドザコシショウが好きとか、あでももうどんどん今自分が遠ざかってる印象あるのよね不思議とね、なんか結構ぶっ壊すお笑いみたいな感じだもんね。それに憧れちゃってるってことはもうぶっ壊される側なんだろうなっていう気持ちもあってさ、なるほどなるほど、急に本当は俺もう爆笑問題の太田さんみたいな感じで、ね、本当もうぶっ壊す系じゃん、助けてくれって出てきて適当にもうバーッとねもうもうね何にも気にせず言ってもうし、しらっとなる瞬間とかもあるけど、でももうねもう面白いなとか、もう分かんなくても面白いなみたいなとこになりたいのかもしれない。あるの究極の配信者としての姿って皆さん。いやでも最初の頃とはもう違うっすね。ああもう今違う。最初の目指してるスタイルとは離れたけど、そう僕らって VTuber じゃないですか。うん、VTuber で目指してる人ってやっぱいなかったから、うん、他のストリーマーさんのスタイルに憧れて真似して、その中で、あでも。VTuber と少しこういう風に寄せた方がいい、まず言ったら僕の場合ちょっとアイドルっぽく寄せた方がいいなとか思うな、そのチューニングでね、そうそうそう、で折衷案みたいな形のになってますね、なるほど、もう自分のスタイルにはなりつつある、なりつつある、やっていく中で、ね、確かにそれすごいあって、なんか俺も配信始める前まですごい好きな配信者さんとか、まあもちろんね、俺はもう2人がデビューするしてた瞬間を見てたから、うん、2人の配信とかも見てたんだけど、なんかデビューしてからやっぱその誰々っぽいとか、うん、誰々みたいだねって言われることって実はとんでもない侮辱なんじゃないかという、いやーそれはことに今気づいて、まあもちろん悪意はないんだろうけどね、ただやっぱその言われる側になって、あ言われるのってこんなにもなんかもやっとするんだっていうのを思って、そっからねその配信者さんとかも、もう芸能人とかもそうなんだけど、うん、インプットをかなり減らした、わかるなそれ、あーなるほど、そうなんかねもうわかんなくなっちゃったよね、なんかまっさらな状態でこう新しい人を迎えたいみたいな、あいつみてえだなとかあんまりもう思うこと自体がちょっと罪悪感みたいな、そう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 、
だからこそ多分ね今俺すごいその親しい友達たちにすごい影響されてる部分はある。何でも吸収できちゃう部分、やっぱりこうその時々一緒にいる人をすごいこう取り込んじゃう。なるほどね。まあでもちょっとわかるな。真面目な談義でしたね。いいね。女子の真剣な話と男子の真剣な話なんか違うね。ちょっと違うね。色が違って楽しい。6月にイベントありますよね。来月あります。現状ちなみにどんな感じですか。めちゃくちゃ忙しいよ。やばとんでもねえよスケジュールが。今もピーク、この5月。うーん、そうね、ピーク。週に半分以上予定があり、楽しいんだけどね、マジで。でもきっと言ってたけど一瞬よね、うん、いやそうなんだよな。すごい今大変だけど終わってほしくないっていう気持ちが。準備ってさ大変だけどさ、この大変さもさ、こうふとした時になんかでも楽しい、私今すごい頑張ってるみたいね。楽しい。普段の配信についての話もあったりもしたんだけど、どう麦さんは。麦重点的にやってる配信は、なんか麦は最近読んだ本とか美術館とか、あと勉強する配信をしてるんですね。あんまりないけど、そうなんか検定を取りましたみたいなのを言うために勉強してるんだけど、なんかそしたら女の子のファンが増えて、なんともともとデビュー時男性 99% 女性 1% だったんだけど、すごい男性40女性60に超えたんだ。これすごくないですか。これすごい、すごい初出し情報。そうじゃーん、これ最新情報です。すごいね、意外と女性ウィキーすごいよ。女性って勉強配信が好きそうなのかな。やっぱ一緒に頑張れるって、そうそうそうっていうことが結構あったりしますね。恋愛のね話をね、やっぱ皆さん聞きたい。恋愛の話するんですか。はい、そうなんですかね。仕事と恋愛どっちが大事なんていうベタな質問が来てるわけですが、でも、はい、仕事を大事にしない恋愛は成り立たないんで。あ、仕事です。アキナどう。即答か。俺は、かなえさん、かなえさんっぽい。これね、ちょっとね、そのメンバーシップ配信とかで話したことあるんだけど、多分俺もう恋愛できないと思ってて。できない。なんで。めっちゃ真剣な話で、別に今の形ですごいこの幸せなのね。今その活動しててで、それを見てくれる人がいて、で別に自分の生活もそんな困ってないみたいな。なんかでも秋野さん伝わってくる、それが。ここになんかもう一つ要素を加えるとこのバランス絶対崩壊すると思う。はいはい。真面目だからこそね。そうだからもうある程度期間決めて、ここまではもうこのバランスを、まあ、保って生活すると。でやっぱある程度期間経ってまあちょっとこう変えてみてもいいかなってなった時に多分恋愛っていう選択肢がまあ生まれるんじゃないかな。もう今は乱されちゃってるんだ。なるほど。誰かの座るスペースみたいなところまでも結構そこ寂しいなみたいなこともないんだ。まあ猫座ってるしな。そう、まあ、猫がいるとな。ペット飼うと恋愛できなくなるって言いますよね。猫言うわ。だからまあこれが逆にその恋愛っていう可能性をそこで排除したっていう考え方もあるわ。あことで。なるほどね。ここから何か例えば一目惚れみたいなことがさあるかもしれない。起きた時にどうなるかよ。いや一目惚れしないよ。いやでも、可愛い女別に彼氏いるやん。そう、わざわざ俺がそんな、まあ、猛攻アタックかけなくても別にいるやん。いなかったら私彼氏ないんすよ。そんな話せん俺女と。なんか、ね、変なとこ硬いな。硬い。すごい面白い。そうだね。男性同士の恋愛トークってこんな感じなんだね。斉藤さんメソッドみたいなやつない。確かに
こういう風にアプローチをかけようかなみたいな。ない、だから。だって別にあのだっていらんもん。面白すぎます。考えないです。多分もう。俺こう両サイドのお兄さんたちが。思考停止だな。思考停止。でも飽きなっぽい。思考停止してますこれ。そうだね。思考停止と言われたらまあそうかもな。じゃあ。それで言うとリキちゃんはどうなんですか仕事恋愛。よく仕事と恋愛やっぱり。まあ、さっき金井くんが言った通りのやつがね、うん、なんかまあセオリーとしてあるわけですよね。はいはいはい、ね、なんか仕事が犠牲になるほどの恋愛をしてしまうとやっぱり結局その恋愛そのものが成り立たないよねっていう、うん、まあ、前提があった上で仕事がはちゃめちゃになるくらいの恋愛ってないよね。なるほどね。そんなことやって、一回もうボロ雑巾に なりたいみたいな。逆にね。あーいいな、人生1回ぐらいみたいな。これ聞くだけでももう、その仕事が大事だからこそ成り立つボロクソ大恋愛。ボロ雑巾あるかも。確かに。いやでも基本的にはなんかね、もうアキラさんがずっと背を向けてるみたいな。ジョーさんにコンセプトですよ、それはもうね。ホームコメディ面白いなこの3人。例えばさ、そんな中でもこう、まあ、成就しましてね、はい、こうお相手の実家にこうちょっと行って、うん、まあ、結婚するかもってなって、はい、彼女の実家に結婚の挨拶をするってなった時に自分をどう紹介します？初めまして。これ持論なんですけど、はい、僕あのそもそも結婚のタイミングで初めて挨拶行くのって良くないな。あ、それは分かります。付き合った段階とか、うん、付き合って数ヶ月の段階で軽く挨拶して、そっからそっちのね家族とも親交深めていっとくのマジで大事だと思って。すごい。自分の親にもさ紹介する。でももし彼女いて、もうタイミングが合えば、なんだろう、お世話になった方全然紹介していいの。マジか。え、なんで嫌なん？嫌なの。いやいや、なんで？だって別れるかもしれんやん。だから別れたって言えばいいじゃん。いやそんな、うん、いや自分の恋愛事情をそんな親に話す嫌なんだ。これ人によるかもですね。僕はもう全然親に言うの嫌じゃないし、別れたっていうのも嫌じゃない、気まずくもないから。うん、俺はそれあの相手の親御さんに思っちゃうな。一回さ挨拶しといてさ、付き合って何ヶ月でどういう瞬間だって挨拶しといて、あ、じゃあもう結婚するのかな、この謎のやつとって思っちゃうのに、最近あの人どうしてんの、あの髪の毛面白い人って、あああれ別れたってなんだと、あかわいそうっていうか、なんか気の毒じゃない、それは相手のご両親が。まあでももうそれはね僕ら関係ないですよ。合わないからもう。なんかその、まあ、金井くんだけでそのなんだろうね、こう先にこうなんていうの、どんどんこう、ね、そう親睦を深める、深めておくっていうのも、そのゴール地点を決めた上での覚悟になるのかなって思うと、ちょっと踏み出せない気持ちも分かるっていうか。付き合うってもう結婚考えないと付き合わなくないですか。やっぱ、あれ、なんかこの人と結婚できるなんて思わなかったら付き合わないかも。そもそも、あー、そう、ひどくない？だって結婚する気ないのに付き合うの。もちろん絶対結婚するぞってはないけど、結婚する将来もある上で付き合わない、うん、っていうね、付き合うでしょ、うん、普通。なんだろう、そもそもそれも人それぞれよね。まあね、そこの視野になる年齢で恋愛してねえからわかんないよね。まあ確かに、まあ、結婚とかでももう成人したらずっとじゃないそれは。そうだから成人してから恋愛してないんだって。ああそういうことか。そう確かにそうか。学生時代の恋、いやでも学生時代でも思うよ、将来もうずっと付き合って結婚するのかもしんないとか、一緒に住むかもしんないとかさ。まあ、でも学生時代の頃で言うとそもそも別に終わりなんて考えてないよ。まあそうよね。だから最終的にどうなるかとかじゃなくて、別に今好きだなみたいな、うん、かで、やっぱりその別れるタイミングはまあいろいろあるけど、まあ、それこそ自然消滅だったり、まあ、するけど、別にそれはなんか自然消滅したいなと思ってしてるわけだから、自然消滅お互いが考えない恋愛っていうのもいいね。お互いがなんとなく気持ちが離れてってっていうこととかもあると思うし。でも不誠実だよ、結婚する気ないのに付き合うの。僕もしかしたら、ね、思う男かもしれん。あ、それはね、思われる可能性はあるよね。ね、いずれ結婚するときにさみたいな、向こうがびっくりしたりとか、うん、結婚ねとか言ったら、結婚するのっつって、あ、でも今まじまじとまじまじ考えてみたけど、やっぱそうかもな。だってこれから付き合う人って結婚する人かも。時間使うんすよ、相手のも自分のも。そうなんだよね。僕の時間ってすごい価値があるものだから。
僕にとってね、あ、そうそう、僕にとってお互いにとって、かなえの時間はもう違う、こんなに素晴らしいものがあって今俺、かなえさん何言ってんだろう、でもそこでちょっとびっくりしたんだけど、いやでもまあ、かなえくんだ僕にとって僕の時間は最高だなって思った、まあ今忙しいからってのもあるんですけど、うん、自由時間って恋人できたらもうそっちに行っちゃうから、もうすごい僕にとって大事な時間なのに、うん、結婚とか考えてないのに付き合うとかは無理ですね。それはしっかりしてんな。じゃあさ、じゃあさ、はいはいはい、じゃあもっとラフに話せるやつでいこうよ。ラフのやつ、うちらが、うん、女やった時に、うん、やっぱライバーと誰と付き合いたいかもしれない男性ライバーこれはこれで、僕かな。あ、僕は僕だな。俺やっぱね、大切にしてくれそうな人がいいな、やっぱ。というと、自分のこと、みんなやっぱ仕事とか忙しい中でやっぱこう時間作ってくれて、僕やね、そう、大切にしてくれる僕だ。カナエさんはダメだよ。あ、ダメ。などこがダメ。カナエさんゲームするあ、そうそう、かわいい。うずこうとか意外とそのタイプなんじゃないかなって思ってる。そう、うずこうも結構自分の好きにやってそうだけどな話聞いてると。嘘、そうかな。うずこよ、はそうじゃないのかな。あれどうなんだろうな、うずこ恋愛になったら変わんのかな。うずこなんかあれね、イブラヒムね。あー、イブラヒム、イブラヒム面倒見めっちゃ良さそう。確かに、イブラヒムと付き合いたいな。じゃあ、あ、決まった。早い早い、答えれた。先に取っとこみたいな感じよね。そう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 、言われる前に配慮もめっちゃするからな。すごい聞き上手だし、話面白いし、言い方上手だね。すげえわがまま言うときに、俺まるまるしたいんだけど、これちょっとわがまますぎか、やめとくかみたいな、いいよって言いたくなっちゃう。あー、わかる。りきちゃんは、あの今どうせこのプレミア公開のチャット欄でさ、リキちゃん前もだろみたいになってるのが俺たちが一番受けてないやつなんで、前もどりキッチマジでそのいじりマジで受けてません。受けてません。聞いてます、マジで。本当に、はい、でも誰だろうな、ライバーで言うとか。でもなんかせっかくだったらなんかもう思いっきり魔法にかけてほしいような気がするから。あ、もう王子様みたいな人。ボックス。もうボックス色に染まる。ボックス色に染めるから。確かにそこまで俺様な彼氏だったらもう全部尽くしちゃうから、ね、逆にあれが世の言うかっこいい俺様な。かっこいい俺様。それいいな。じゃあ俺もボックスで。あれ、そじゃあ僕は僕で。僕で。僕は僕。僕は僕。女性陣の方はどの男性ライバーが好きですか。答えてください。答えてくださいね。まあ、僕か。ナルシストみたいな。大答えなんで。いや、面白い。面白い。なるほどね。深いな。なんか本当男性ならではの考え方とかさ、ちょっとってとこあったじゃない、うん、あったあったあった。それこそなんか、かなえさんが付き合うときは結婚意識して付き合うって言ってた、うんうんうん、これ結構友達間でも話題になると思うんだよ、うんうんうん、2人は付き合うってなったとき結婚意識する？す、うん、ます。麦はする。多分めちゃくちゃする。なんか最初から うん、そもそもあんまり人を好きにならないタイプ、はいはい、なんかなんでかというと多分仕事がすごい大事なのと、うん、なんか一人暮らしの時期長すぎてあんま人と一緒にいることを考えられないタイプだから。そうなんだ。うん、だから付き合うってなったら家族になった時のことを考える気がするかも。うん、そらちゃんはかなえ先輩が言ってくれてたけどやっぱ時間貴重だから、うんうん、いやマジでそう、結構意識できる人じゃないと付き合えない。なるほどね、うん、そっかそっか。そうね、そりゃそう。まあいわゆるそのもうお遊びみたいなのそんなやってられる、うん、無駄だよね、うん、かわいそう星川が。そうかわいそうね。ちなみにさ、その今の人と結婚できないけど付き合ってるっていう人いるじゃない、うん、あーいるね。それに対してはどう思う？でもいいんじゃない、その人がいいな。私は、うん、それってちょ、なんで付き合ってるの？そう、なんでって今が楽しいからよってことなんだろうね。楽しいの？幸せだからよ。え、でもその後別れて悲しいの分かってるんだよ。分かってる。でも楽しければいいの？いいな！私は割と肯定派なんだ。うん、そうなっちゃったらもうしょうがないと思う。でも逆にじゃあ今が楽しいって付き合えるって人となんで結婚できないの？なおそれあるかも。いや、やっぱさ、いろいろあるじゃないですか。すごい、初めて別れたかもね。だって彼氏と旦那は違くない？うん、
もう違う、なんかドキドキが欲しいと安心が欲しいみたいな。わ、出た出た出た、例えばだけど、あ、めっちゃ分かる。多分麦は、うん、結婚しても恋人でいたい派かも。こうなるのかも。分かる。だから多分別々がいいのかもしれない。あれこっちか。え、でも私も旦那さんであり恋人ではあり続けてほしい。それはそう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 、うん、ドキドキが欲しいってこと。そう、そう、しかいらないんだよね、ドキドキ。え、どういうこと。え、ということは安心、旦那には安心でいいんじゃない。ドキドキはどこから接してくるの。ドキドキはちょっとってなんかあれじゃない、ドキが男性的な魅力よ。だってドキドキってさ、私たちがドキドキするときって男性的な私たちの魅力を持ったときにキュッて、ドキ、あ、頼もしいとか、筋肉とかさ、それがな、そういう要素であんま男性にドキドキしない、普段から。え、じゃあ逆にどういう時にドキドキするの。ダッサい時。ちょっと聞かせて。どうす、例えば。まあ、例えばそのお会計の時に現金で払おうとして足りなかった、やばいやばいってなってるの見てキュンってする。それはじゃあちなみに旦那には嫌なの。え、それが旦那がいい。あ、それが旦那がいい。それが旦那がいい。そう、階段でつまずいてほしい。それが旦那がいい。これどう、可愛いかもしれない。遠ざかんない。アキナさんが、てか3人がほら男性ライバーって自分が、うん、うちら女子だったら誰と付き合うみたいな、誰好きって麦たちが男になったとして。そうだね、男になったとして女の子の、あ、そうだね、そうだね、ライバーさんと。これは麦クレアさんに尽くす一択。いいね。これはもう絶対そう。もうクレアさんは何にでも喜んでくれる。何にでも優しい。絶対クレアさんのこと不安にさせません。絶対。しかはやっぱ、自分だけど、まあ、自分を省くと、しかえで先輩とじゃ付き合いかもって。そうなの。はい。なんでガチかって恥ずいじゃないから、ガチかって。すごい、めっちゃリアクションどうしたらこれ正解って思って。だって可愛いじゃん、可愛いで先輩、可愛いよね。仕事頑張ってる人が好きだから。確かにかっこいい。先輩は頑張ってる、で真面目でも、たまにダサいとこもあり、完璧なんですよ。あ、じゃあさっきのさ、ダサいとこも完璧か。楓さんのこと言ってたんだね、さっき。頭の中に楓さんを浮かべて。なるほどね。小森さんは、私麦ちゃんか。サラちゃんか麦ちゃんか。 いっぱいいますからね。うん、うちら返せるもん何もないから。ね、ひどいよ、もっとここはさ、もっと私を取り合ってよ。取り合っていいとこを見せるとこでしょ。ということで、はい、今回で最後の3人よればでしたが、うん、2次番はまだまだ続きます。6月の火曜22時からまた別の番組が始まりますので、そちらもぜひぜひチェックしてください。ここまで本当にご覧いただきありがとうございました。それでは白雪と萌えと家永麦と川沙羅でした。3人よればで